チョコエッグはもうやりませんけどみおたんがチョコエッグ見つけたら買うって、あ、22番さんあるよ、ちょっと待って、22番さんあるよ、マスクってこと、え、めちゃめちゃすっぴん、もうね化粧する元気もない化粧する暇あるなら寝たいので最近はほぼすっぴんで過ごしてるのでめちゃめちゃひどいですが、ごめんなさい。22番ちゃんといます、5人お揃いのあの人形です。でもなんか最近二重幅狭くなったからすっぴんもなんかさらにブスなんですけど生きていけない。ちゃんと大事にしてるよ、毎日この子あのこうやってしながら寝てます。まあ一応起きたら落ちてるんですけど、ベッドから一応寝るときはあのギューってしてるんですけど、そう、なんか最初リカちゃんが一発で撮ってなんかめっちゃブサイクとか言って絶対いらないそんなのとか言ってたんだけど、なんかミキタンが撮ろうとしたら撮れなくて、であと3人だ、自分含めて4人ぐらいはなんか私が撮りました。 UFO キャッチャー好きなので得意とか不得意じゃなくて好きなんですよ、普通にただ単に UFO キャッチャーが、なので楽しかったですね。そう、みんなでプリクラも撮りました。だからいつかプリクラ公開できたらいいなって思います。プリクラも撮ったし、うん、最近はあれですね、もう毎日一緒にいるので、あのこんばんは、初見さんありがとうございます、ごめんなさい、ヘッドじゃない書いとこ、ヘッダーじゃなくてテロップにすっぴんごめんなさいって書いとこ。初めて見た人がさ、ミクルンこんな顔してるとか思われたら困っちゃう。ちょっと待って、初見さん来てくれてる、待ってね、明日ブログ、よかったら誰か質問ください、お願いします、質問に答えます。もはじめまして、初見さんありがとうございます、はじめまして、ごめんなさいすっぴんでお見苦しい姿なんですけど、ゆくん大好きありがとう。え、プリ、そうプリ5人で撮ったの、ミクルンじゃ何、ミクルンじゃつまんないって、何がつまんない、ごめんね、なんかつまんなくて、質問違うかな、答えられるね質問にしてね、みんな、なんかミクルン好きすぎてどうしたらいいですかみたいな質問多すぎてさそう、でも最近は毎日一緒にいるので、そうですね、一緒にパンケーキも食べに行きました。昨日 X シングスに5人で行ったり、そう、 X シングス行った後にサイゼに行ったんですけど、そう、でこれは昨日私メール取ってくださってる方は分かると思うんですけど、ペアルックって匂わせ画像みたいな風に送ったんですけど、これはファンの方がプレゼントしてくれたあの服で、リカちゃんとお揃いなので、昨日リカちゃんとが着てくれてて、あのそう、こういうダボっとした服って本当に楽でめちゃめちゃ嬉しくてありがたかったです。そう、もうレッスン中は半袖の T シャツだからさ、もう着替えるのもめんどくさいわけですよ。だからもう半袖の T シャツの上にこういう長袖のダボっとした服着れて、もう超楽で、しかもなんかデザインもなんか結構本当に好き、形も本当にありがとうございます。ステージのミクロ応援します、ありがとうございます。あ、そう、明日公演なんですけど、そう、この間もさ、この間の公演さ、見に来る人いるって聞いてさ、誰も答えてくれなかったのにさ、なんかファンの方いてびっくりしました。みんな言ってよ、来るときびっくりしちゃうじゃんミクルン大好きありがとう。服を送りたいけど女の子の服とか、あのね、みんなね、レッスン着がもらえたら一番嬉しいと思うよ。あの服よりジャージを
プレゼントした方がみんな喜びます。もうみんな私服なんてほぼほぼ着ないから、サイズもちゃんとね身長で考えて、みんな服あげるならレッスン着をおすすめします。私はていうか本当になんかやだ、そこの時そう、しかも今日も英語さんと会った。でもなんか英語さん好き好き言いすぎてるからちょっと控えようかなって思ってみきちゃんとツーショット、なんかみきたん乗せてた、来てくれて嬉しい、めっちゃ嬉しかった。みんな細いからな、だって、太っててごめんなさい生写真、あーそう生写真あるよ。しかもなんか質問でさ、よりの矢子さんいりますかって書いてくれててさ、嬉しかった。そう、ミカミカに合わせ、そうちょっとなんかカップルみたいな写真になっちゃったけど、もうマスクも一緒だし、リカちゃんとはもうついに全身お揃いになりそうなぐらいの勢い。そう、あんま好き好き言いすぎて惹かれてないか不安なんですけど、そう可愛いレッスン着をみんなにプレゼントしてあげてください。喜びます。もうみんな服よりそういうもう服、レッスン着がね一番ね喜ぶと思う。基本レッスン着しか着ていないのでおすすめです。最近は特に本当に。16日は年末公演なんですけど、まだ年末公演何も触れられてないのね、やばい。覚え直しっていうかもう一回やらなくちゃって感じなんですけど、ピエンです、頑張りましょう。生写真全然嬉しい。前メロのレッスン着が好き、もう私はこういうパーカーが好きです。黒の T シャツ、なんか T シャツ、前メロの服はレッスン着には着ない。なんかレッスンの先生にどうやってどういう風な印象になるか分かんなくて怖くて、そういうのは着ない。ミカルの配信あと1回見たら嬉しい、ありがとう。できる時ありますね。ひよこさん16日当たってたね、浮気しないようにって言っといてあげてくださいポチャッコね、あそうポチャッコの前髪のピンをプレゼントしてくださった方いて、そう買おうか悩んでたの、嬉しかった。今はマイメロじゃなくてポチャッコの方をメイクするときに使ってるんですけど、実際メイクしたのこの間のティーンズユニットの時やけっていう、そうブランドじゃなくていいの、え、わかんない、なんか難しいよね。でもみんな喜ぶからレッスン着は、なんか石津はゲスのパーカーっていうのなんかもらっててめっちゃ可愛かった。石津がゲスっていう意外なとこね。そう、スケブゼ、あスケブゼ、あスケッチブックね。みんながやっとらんことしたいからなんかあんないですか。え、だからもうスケッチブックに鏡貼って私に見せてくださいこの間の公演でアイプチ試してみたの。なんかファンの人がメールの返信でアイプチつけたらって言って、なんか朝の投稿で前髪崩れないって言ってくれたからアイプチをつけたんですけど、青がってあんまり頭振らないから頭振る曲で裏でやってみたら本当に前髪が動かなくて、なんかむしろ動かなさすぎてなんかカツラだと思われないかファンの方に心配になっちゃったから、けどね汗で取れるからちょっといいアイプチ買おうかなと思います。ミグルン大好きありがとう。通知全然まだ始めたばっかりなので大丈夫です。あそう現地でさトーク会日程が5月になっちゃいましたね皆さん、悲しかった。
ズラ疑惑でちゃう。ミクロの前髪動かなさすぎてズラなんじゃないってなりそう。ホワイトボード。ねえ、めっちゃまさかのずれちゃった。大丈夫、いけてる、すっぴんで。マスクのおかげで本当にありがたい。マスクっていいね、やっぱり目しか見えないからありがたいです。あ、そうなんだ、ゴールデンウィーク明けなのね。ミクロしか買ったの、ありがとうございます。今日も可愛い、ありがとう。ありがとう、かわいいよって。5月だと仕事で行けない。5月ね、すっぴん隠しのマスク、そうです。もう家帰ってきてすぐ配信つけて、そのまま、もう本当に良かった。まだ早いですよね。もうね、こんなに早くお家に帰ってきて、帰ってこれたのが久々すぎてちょっと幸せではあるけど。ツイッターに、あ、気づいた、紀藤ミクルで検索したら出てきた、見たよ。キーボード可愛かった、しめじの。しかもエゴさんとのツーショットにしてくれてんの嬉しかった。めっちゃ眠そう、眠い。なんかあの、なんかね、寝ても疲れが取れないんですよ。体が痛すぎて、うんって感じ。だから昨日ご飯食べてた時にみんなで、一日だけなんかリフレッシュできる日欲しいねって喋ってた。名前の読み方が可愛くて好き。何何、毎日が、最近は毎日忙しいです。家で過ごすより、あの事務所にいる方が長いですね。よかった。でも明日は公演なので。ゆかちゃん最近しょげね、もうみんなしょげだよ。だからみんな、お宅の方たち、みんな推しに優しい言葉かけてあげてください。ミクラもばめに送ってくれてから変えてない気分。そうなの、嬉しい。好きな画像してね。でも大丈夫、目、全身今日黒、全身黒です。マスクはピッタとファンの方がくれたあのマスク交互に使ってます。体調崩したり、体調は崩してない。耳鳴りがするんですけど、そういうのってどうしたらいいんですか。あとなんか、なんか右耳のね、が痛くて、なんか右耳のこの部分が痛くて、なんで痛いんだろうと思って、でも触ったらなんか怪我してるんですよ、耳がね。なんでだろうと思って鏡見たらなんか怪我してて、意味わかんないと思って。最近どうやったらそこ怪我すのって感じなんですけど。ミクルって読み方ありがとうございます。自分のことは私っていう人なので、ミクルとか言わないから自分の名前呼ぶことね、ほぼないんだけどね。 DM ありがとうございます。ぜひ明日の声も見てください。声の声、あ、そうだね、声打ちフラグ披露させていただいたんですけど、エゴさんのポジションをやらせていただきました。やっと言えた。沖縄から応援してありがとうございます。初見さん、沖縄いいですね。修学旅行で行きましたが、眼科行きたいね。仕事、眼科ね、病院がね、ミクルしか買ったん、ありがとう。みーちゃんかわいい。そう、耳鳴りがする。公演楽しみ。明日は公演。2番の手ピラピラするとこめっちゃ好き、かっこいい。あ、チラチラチンチラチラチンチラチンチラチラチンなんですね。私はもともとセクシーチームだったんですけど、あのセクシーチームの担当はちょっと外されてしまいましたので、
外されてしまいましたが、可愛いチームできました。でもあれね、一つなんかショックだったのが、こよちのあの感想でピョンって飛ぶとこあるんだけど、両足で飛ばなきゃなのに片足床についたまま飛んじゃって、それをなんかファンの方がスクショしてて、めっちゃショックだった。なんかちょっと手抜いてる人みたいじゃんと思ってショックだった。ここなんだよ、ここここ、ちょっとなんかめっちゃ今ハゲてる人みたいだった。ここを怪我してんの、ここだからね、耳の掃除とかによってここ怪我してんの。何も別にアクセサリーとかつけないのに、引っかいた覚えもないんだよね。ミクルンさん足上がる？ミキタンほど上がんないけど上がる。でも体が柔らかくなりました、 SK 入ってから。こんばんは、こんばんは。おしと、そう、めっちゃ嬉しかった。もうなんかメールでエゴさんの名前の隣に自分の名前あって、もうめっちゃ嬉しかった。気合入りました。エゴさんに LINE でなんか話してたら、可愛いチームじゃんって。そう、こんばんは。あ、すごい、バレンタイン近いからチョコレートなのかな、ありがとうございます。ピアス開けられ、ここにピアス開けたのやめて。ピアスね、開けたいです。耳ちっちゃいから本当に開けたい。すっぴんなのに可愛い、嬉しい。そんなこと、そんなことないけど、なんか最近なんかレッスンって、私どんなに朝早いレッスンでも基本メイクをしていく人だったんですね。だから12周年公演とかも朝早くてもメイクしてたんですよ。そう、鏡見てるから自分の顔見たくなくて化粧してるっていうのもあったんですけど、すっぴんをみんなに見せたくないっていうのがあったんですよね。でもどっちみち公演ってすっぴんだから、あのリハね、意味がない、あの別にいいんですけど、でもなんか最近はもう化粧より寝るっていうの優先で、あのもうすっぴんでいきます。でもすっぴんの方がメンバーは好きって言ってくれるんですけどね。そう、初めてコメント返してもらったら嬉しい、ありがとうございます。ミクロン可愛いだって、ありがとうございます。たくさんコメントしてください。この前言ってたと思う、あ、そうなの、嬉しい、私を好きになってくれたみたいで、ごめん、公演よかったら来てね、会いましょう。じゃあ友達ってことはテンション上げ上げタイプなのかな。ミクルン好き好きタイプかな。今度一緒に、あ、そうなの、私が食べたのはね、あのチョコレートの期間限定のやつも食べたし、それはちょっと前に友達と食べに行ったの、実は本当はね。そうで、5人で食べに行った時は普通にあのいちごのやつ、あの定番のやつを食べたよ。よかったら食べてね。そう、すっぴんでレッスン行けるようになったの。でももうすっぴんをメンバーがいいって言ってくれるからできるようになった。でもなんですっぴん見せたくないかって言ったら、恥ずかしいのもあるんだけど、メイクした姿を知ってるわけじゃん。だからなんか、わ、すっぴんとメイクすごい差があるって思われたくなくて、すっぴんを見せたくないのは一つの理由だった。必ず必ず会いに来てくださいね。ぜひ会いましょう。今度行きますって嬉しい。私のファンになってくださった方なのね。嬉しい。ごめんなさい、こんなすっぴんで。ちゃんと可愛い姿で見てほしかったな。リカちゃんはね、あのバナナのやつ写真撮ったから載せとくね。そう、リカちゃんなんか。メニュー選んでる時に、なんか大体5人でご飯食べに行く時の座り順って決まってて、私とリカちゃんが2人反対側にミオタン、ミキタン、イシズっていう順番なんですね。でリカちゃんと一緒にメニューいつも見るんですけど、でもしかもさ、その時さ同じ服着てるわけ、この服着てて、もうなんかえっていう感じじゃない。そうで、どれにするって話した時にリカちゃんがこれって言ったの。私もそれにしようとしてたの。
だから、あ、私もそれ食べようと思ってたって言って、でハンバックしないって言って、りくちゃんはバナナのやつ頼んでた。そう、こんばんは、今席さ、あ、16日見に来るんでしょ、やったね、やっと会えるね。好き好き好きタイプ、みくらん好き好きタイプなの、嬉しい、見るたびにいつも笑顔なので気になってた。あ、私が笑顔ってことですか、そりゃ笑顔でいないと。みかちゃんはバナナ、モバメに乗せとくね。じゃあおはみー、あ、おはみーメンバーより先にすっぴん激化だと思ってました。さすがじゃん、ミクレンしか勝たん、嬉しい、本当だ、ミクレンしか勝たんって言ってる、もうポチャッコタイプじゃん。そう、リカピはだってリカピは知らないよ。祖籍順はね絶対一緒、こんにちはこんにちは、愛おしいんだけど無理、ニカミクと太すぎるね、やばいよね、二人してこんな格好で、しかもサイズも隣の席だし。あの、リカちゃんのじゃあ可愛い話したいよか。リカちゃんはあの基本的になんか爆笑 したりとかすると私の肩にこうやってもたれてくるのそういうとこがあります。リカちゃんは3時からずっとニヤニヤが止まんなくて、じゃあ16日までお仕事頑張ってください。お仕事頑張って16日に会いに来てください。ちゃんと瀬戸利知らなかったでしょう、何の公演ですかとか言ってたでしょう。まあでもそっちの方が楽しみなのかもしんないね。どこの席か分かったら教えてね。どうする、一番前だったらずっと目合うね。ミクルさんに早会いたいだって。でもこのひよこさんは初めて会うんだよね。ミクルこんばんは、こんばんは。これあれなのかな、ミオタンのファンの子かな、違ったらごめんなさい、名前が一緒だった。この子こんなになんかでハマったことないよ、ミクルすごすぎ、そうなの嬉しい。ミクルしか勝たん、ありがとうございます。エゴさんとのツーショット見てくれたかな見てくれたかな。そう、明日はブログなので公演前に書こうか公演終わりに書こうかめちゃめちゃ悩んでるんですけど、そう、この間の公演はお手紙ももらいましたね、たくさんありがとう、お手紙いつもありがとうございます。長文で壇上にいる方ありがとう、ちゃんと読んだよ。実はトーク会き来るよ、来てくれるって予定だったって書いちゃったの内緒で来ようとしてたのかな。メロンパン、メロンパン、こんなんで、あ、やっぱミオタの推しの子だ、女の子知ってますよ。いくらしか買った、ありがとうございます。なんでこんなに誰かのファンか覚えてるの、え、頭がいいからとか言ってそりゃファンの方は覚えるよ。特にやっぱりなんか私のファンの方と絡んでる方とか、あとメンバーから聞くとかあったりとか覚えてます。質問しなきゃね、本当に。じゃあ聞きたいことたくさんあったら質問してください。何食べたら OK、 じゃあメニューその通りに書いとくわ。ゆうなおさんの絡み名前ありますよ、もちろん。賢い、そう、人のなんか漢字は苦手で、漢字苦手だけど人の顔は覚えられる生写真のスクショめちゃめちゃめぐっ、え、だと思った。だってなんかコメントでなんか送ったの、送ってくれたの、なんかもう一回見してみたいな、よく見してみたいな風にコメントくれたから、あ、これはスクショして送るのかなって思ったナイスだね、やっぱりさすがだわ、優しい。こんばんは、ミクルン天才、ありがとうございます、ありがとう。なんかミオタンの話あるかな、ミオタン、あ、ミオタンはよく笑ってくれる話に、あとおすすめのアイス教えてくれるのと、あと
チョコエッグ開封の時にダントツでいつも相手をしてくれますニクルスカカタンありがとうございます。謎が多い石津の話、石津、石津めっちゃ今日面白かったよ。レッスン場のど真ん中でなんかアザラシみたいな体勢して携帯触ってた写真撮ればよかったんだけどね、写真撮ろうと思ったら石津動いちゃったの。あとなんだろう、石津、石津ね、なんだろう、かわいいとにかくかわいいだけど、あ、そう、チョコエッグのチョコの処理をしてくれてる。ミオタンは私が中身で、チョコはミオタンっていう感じ。スヌーピーのチョコエッグ、あのね、私が買ったのは、え、言ったらなんかあれかな、なんか伏見駅のとこで買ったねえ、そうしてたら写真撮るね。今日チョコエッグメール、あ、チョコエッグメール今日来たの。え、てかさ、ミオタンさ、あれ載せてなかった、あの赤から食べに行った時の私のパセリの載せ写真載せてたよね、多分。そう、チーズリゾット私が作ったんですけど、最後のパセリ乗せようと思ってこうやっていろんなとこ書きようと思ったら一気に固まっちゃった2322番の、あ、そっか、これ置いとくんだった、パセリね。え、なんかファンの方が書いてたじゃん、ミクロン大好きありがとうございます。伏見駅、そう、伏見駅のスタバの隣の雑貨屋さんみたいなとこにあって、なんかツムツムとかもいっぱいあったんだけど、スヌーピーを買いました。そう、ファンの子たちさ、行動力早すぎない？なんかこれ UFO キャッチャーでさ、ナイスすぎるじゃん。あ、これゲーセンで撮りました。で、なんかメルカリに出品されてるやつね、1600円とかで売られてたんだけどね、青木さんは一発で100円で撮りました。気持ち悪いって言われた。だって、いやー気持ち悪いよね、だってなんかこんな体してるし、なんかナメコみたいな気持ち悪いよねとか言って、けど愛着湧きました。だから帰りなんかゲーセンで撮ってた時に、なんか店員さんがなんか袋いりますかって言ってくれたのに、いらないですって言って5人でこうやって持って帰ってためっちゃ恥ずかしくない？そう、メルカリ、え、メルカリめっちゃ見る、メルカリ好きです。メルカリとラクマは好きですめっちゃ活用してます。いや、わかるよ、わかるわかる、ゲーセンで取れないものはメルカリで検索したら出てくるんでしょうっていう感じなんですけどハローだって。え、すごい黒いタコさんなんだけど、ハロー、何してても可愛いです。だって嬉しい、こういう時に皆さんからの可愛いは嬉しくなりますね。え、これつむつむのガチャあんの、これ。え、ちょっと私も頑張って取ってみようかなえ、ね、リガちゃんね、隣の席さ、私はその日ベッド、なんかいつもこの子と写真撮ってこうやってね、あの寝てる姿勢でこうやって寝っ転がってこうやって抱っこしてる写真を4人に送るんです、おやすみって何出品してんの。え、私は出品してないですよ、何も。出品はしない、買うだけ。昨日見たら1200円で売っとった、高っ、コスパ悪いねこの子もともとの定価知らないけど、近くにゲーセンないから土日親を引っ張って、あ、じゃあ頑張って取ってきて。あれ、あ、そう、レガちゃん今日2分間 MC なの。そうなんですよ、皆さん見てくださいね、2分、何を喋るかは知りませんがヤフオク、でもヤフオクってさ、あれじゃない、買うまで時間かかるじゃん。ミクルン、ミクルン出品したことない、メルカリもラクマも。だって送る時のなんか包むのめんどくさくない売るものがないですね、でも今、うん、ないかな。そうか、
そう、今日はリカちゃんが担当でございます。そう、5人これをさ夜持ってんのやばくない？鬼まんじゅうの話してるの本当に。私の友達の子も、友達も結構出品してる。鬼まんじゅうの話してんの？どういう内容よ。スイッチ売ったの？楽まで。え、売ったの？びっくりした。売ったの？もうやってないの？じゃあ、こんばんは、こんばんは。オタクの方は結構さ出品してるイメージあるかも。鬼まんじゅうって作れるの？すごい。そう、ミキタンがねこの間鬼まんじゅうをくれたので。忙しいのにね、2分間MCなんてさらに大変。リカちゃん、皆さんお疲れメッセージ送ってあげといてください。リカちゃんにスイートポテト、なんておしゃれなものを。オタクの金はオタクで稼い、え、それ友達も言ってた。友達も言ってた。そう、友達ももともと応援してた子のグッズを売って、次に応援する子のグッズのためにそのお金を使ったんですけど、2人目の推しの子を降りるってなった時に、なんかっていうのを繰り返してますけど。そう、あさってかと思っていい声投げました、忘れたけど。そう、今日あさって、誰なんだろうね。あさって、あさって、あさってって何曜日？あれ11？ バレンタインの準備いいね。私はバレンタインはお子さんにあげたいくらいで、他は予定はないですね。この間さ、なんかインタビューで、みんな受けてたインタビューだったんですけど、なんか初めて、2回目だね、なんか恋愛の質問をされて、なんか難しいなって考えてましたね。なんかそんな質問をミレイちゃんにもするのかって思ったらもうびっくりって感じだったんですけど。祝日の、あ、天皇さんの誕生日じゃない確か。だよね。お腹が空いたんですけど、本当にさ、なんか最近あれですね、この間の DMM 見て思いましたか？ちょっとミクルン太ったんじゃないって思った人いるかな。もう毎日一緒にいる人に聞いてもわからないので。え、天皇さんの誕生日は違ったっけ？あれ記念日の日、あらら、あ、23なんだ。東海系、あ、そうじゃん。あげる気もんまだったけど、そうだね。ちょっと次エゴさんに会える予定本当にいつかわからないので、ちょっとバブかも。そう、ちょっと予定変更ですね、それは。この間ね、そうで恋愛の質問されてさ、なんかこんな質問なんかめっちゃ攻めてくるじゃんと思って、質問内容がなんかアイドルってこんな質問受けるんだって思って、インタビュー答えてましたけど、それをファンの方の元へ行くのかなって思ったら、わかんない、行くのかな、そんなことない、よかった。なんかもう最近もうなんか太ったのか痩せたのかもわからない。でもリカちゃんは痩せましたね。陸上部のところ、そうだよ、私走るの早いんだよ、みんな本当に。ミクルンってめちゃくちゃ毎年チョコ大量生産してそう。どうだろう。でももともと交換禁止なんですけど、まあみんなこそっと持ってくるよね。けど明らかおかしくない？だってバレンタインでさ、みんなだって余分に手提げかなんか持ってんだよ。もう確実にチョコじゃんって感じじゃないですか。でも私は作らないので、なんかもうチョコはいって感じだったけど、祝日何も知らんから、コメ見て謎だったから。私も全然わかんないよ。
6.4 だって早い。リカちゃんめっちゃ髪伸びた。伸びたね。リクルン大好き、ありがとうございます。 50m10 秒台、8秒台ですけど何か今測ったら分かんないかも分かんないけど、そう、もうリレーの選手どっちやってんだから任せて。でも一回中3かなんかの時に、あれなんて言うんだっけ、あの飛び越えるやつ、柵柵みたいなやつ、あれで引っかかって足めっちゃ距離飛んだ、あので転んだ。持ち物検査、あ、持ち物検査ある時って大体わかるよね。なんかさ、え、今日持ち物検査あるらしいよってバーって流れてくるじゃん、クラスに。もうそういう時はみんなロッカーにしまうっていう。何、今の何かってやつ可愛すぎて大丈夫さ。なんか好きなところがさ、みんなとは違うよね。可愛いって言ってくれるところがみんなと違う嬉しい、ありがとう。あ、そう、ハードル、そうそうそう、柵みたいなやつ、そう、ハードル、私あれだよ、ハードル得意だったんですけど、中3の時にやってたら足引っ掛けて怪我しました。もう傷残るかと思った足で、なんかめっちゃなんかもう血が、あ、ちょっとあんまそういう話苦手な方いるかもしれないからちょっと今の教えてくださいだけど、あの怪我して、もうなんか足引きながら保健室行って、なんか包帯ぐるぐるみたいな感じだった。そしたらなんか先生になんかダサいって言われましたダサいとは、人が怪我したのに喧嘩アタックだから。なんかメンヘラメンヘラみたいなさ、ツイートしてるの見たけど、メンヘラなのみんなコンビニ寄る時間なくなって、コンビニで今日もうなんかさ、コンビニご飯を毎日だから、なんか石津がおすすめしてくれたやつを食べたんですけど、ちょっとあの商品名忘れちゃったので、またセブン行った時に見ときますね。そう、みんなどんだけ食べても最近お腹いっぱいにならないという悩みがあります。違う、だってさ、ミクルン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 みたいなハッシュタグとか見たら流れてくるもん。痛いよ。あ、そう、ビビンバのやつ石津が載せてくれてたかな。結構なんかご飯もなんていうの、ヘルシーなご飯なのだから、カロリーも、あ、タルタルの作り方ね、メールで送ります。いつまでに作りたかったんだっけ。そう、ビビンバのやつ美味しかった。でも本当食べた気しないよね。もう動いてる量と食べてる量合わなさすぎないって感じ。あ、私は、あ、じゃあミオタンの話だと、私ミオタンと歌、曲の好みが合いますね。そう、曲の好みが合います。そう、特徴、特徴っていうか、こういう系の曲っていうのが結構あのミオタンは合います。ビビンバ、あ、そう、ビビンバサラダ、そう、美味しかったです。そう、でもご飯も白米とかじゃなくて、なんかヘルシーなやつなのね。メンヘラのやつは私と仲良くなる子みんなメンヘラになるらしくて、ね、そういうこと。じゃあ好きになってる人もメンヘラなんじゃない例えばどんな曲、あのね、ミオタンと私が好きな曲はあの恋愛の曲なんですけど、なんかなんて言うんだろうな、可愛い恋愛ソングじゃなくて、なんか残念な恋系の曲、なんか叶いそうで叶わないみたいな曲が好きです、ミオタンと私は。なんか好きだけどみたいな、この恋は報われないみたいな歌詞の意味を持った曲が私とミオタンは好きですそう、ちょっと変わってるんですよ、ミオタンと私は。メンヘラじゃありません。でもやっぱ推しは、オタクはお尻にいるって言うので、やっぱはい、そこはあるんじゃないですか。歌詞の方重視、うん、歌詞の意味を見た時に
なんか残念な恋とかなんかそういう曲が好きで、そう、まあ青がだとそういう曲はないのであれなんですけど、なんかそういう曲が好きです。ガチメンヘラのコース、なんかじゃあ嫌な思い出があるのかな。メンヘラメンヘラってでもね悪いものじゃないんだよ、みんなそうやって偏見を持たないであげて、よろしくお願いします。こんばんは、こんばんは。でもこの間のインタビューを見てファンの方がどう思うかがちょっと不安っていう話をしてた。すぐ病む、一緒一緒、すぐ病む。香水あの流行った曲ですか。私あの曲あんま好きじゃなくて、好みの系統の曲じゃないっていうんですか、あの歌詞をよく見たことないんですけど、あのみんなが歌ってるとかしか分かんないけど、そう、私もすぐ病むからお揃いこんばんは、こんばんは。なんか今日さすごい照明のピンク、ピンク、スミーカーの参ったって曲をですね、オッケー。あ、なんか好きな歌手の人 M ステに出るよね今度。なんかこの間 M ステの最後のエンディングかだけ見て、なんか来週のゲストかなんかで出てきて、あれみたいな、私のファンの子がおすすめしてくれたとこの人たちじゃんと思ってドルガバが好きではない、うん、なんか別に、うん、なんかなんて言うんですかねえ、なんか言ってくれてたとこ、あのミクルナの曲聴きますか、私はなんか何々おすすめだよって言ってくれてたとこ、そう、22番がいるとピンク系になっちゃうマカエンってとこ、あ、マカロニ鉛筆ん？だっけ、なんかそういうやつで、私いつから配信してるんだろう、携帯が今、あ、マカロニ鉛筆、そう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 、マカエンって略し方なのね、オッケー、ありがとう。うん、確かね M ステ出るってね予告で出てた、ちょっと見てみて、マカロマカロニでしょ22番ね近づくとピンクっぽくなる、え、ほんとだ、え、ほんとだ、怖い今何時ですか皆さん、よかったらちょっと教えてください。もう1時間経ってたりする、今何時なんだろう。今日は11時ぐらいに寝たいと個人的には思ってます。7時28分、 OK、 じゃあもう1時間ですね。じゃあ電車なガタンゴトン、ニカちゃん、おお、いいですね、喜んでる。そう、受験生はお酒飲める人はまだいないのでニカちゃんには申し訳ないですね。スクショタイムにしとこ、じゃあちょっと今日はマスクしてるし、ちょっとこの子と共に、なんかみんなこの子と写ってるスクショさ撮ってたじゃん、だからちょっとスクショ、これで小顔効果スクショタイムしといて、今日はあのすっぴんだけどマスクしてるので乗せてもらって OK です。ガタンゴトンあんま電車乗らないんだけどね、ガタンゴトンって、こんばんは。明日カメラに向かってあざとかわいいウィンク。え、そう、こないださ公園、あの同じカメラマンさんだったんですけど、いつも映るとこうカメラ見たらなんか映んなくてめっちゃショックだった、ピエンでした気合い入れてカメラの方見たんですけどね、ダメだった。仕事行ってきやすく頑張ってください。おやすみなさい。おやすみ。
今日クッションうまくいこう。本当にちょっとこの22番さんのおかげ、もしかして。ちょっとこれ22番さんなんですよ。この特徴は耳が1個しかないっていう。これ見て、なんか耳のもうね、私がねこの中に突っ込んだのってこれ。こんばんは、インドネシアから来たです、よろしく。だってなんかインドネシアの方、おありがとう、よろしく。そろそろ切るね。ミクルも早く、ありがとう。クエスチョンできてる、なんだろう、ごめんなさい。はじめまして、初見さん、ありがとうございます。なんで22番なの？あのね、この子が出てくる映画でなんか魂なんですよ、この子。この子魂なんだけど、なんか22番目、めっちゃピンクなんだけど、あの22番目に生まれた魂なので22番っていう名前になっています。そう、耳が1個。 Don't Disturb、 Don't Disturb ってウィンクする曲じゃないからさ、あんまり。バージンラブのウィンクで、もう許して。この間のウィンクはなんか個人的にうまくいったなって思います。でもいつもウィンクした後不安になる、大丈夫かなって。決めたな、やばいね、めっちゃピンク。ほら、ここがピンクだからかな。久しぶりに来ましたが楽しかったね。また来ますね、ぜひまた来てくださいそうで、この子は本来はなんか生まれてきたくなかった魂なんだって。へーって感じだったでも意外になんか口コミはいい映画でしたね。リカちゃんなんかこのぬいぐるみを撮った後に、リカちゃんがこの子が登場してくるその映画を見てたんですけど、なんかリカちゃんが面白くないとか言って面白くないとか言って言ってたから、あ、つまんないのかなと思ったら、あ、面白いものだったらしいですなんかわかんない、ファンの方じゃない、これを見た方が面白いとかいっぱい書いてあったんですけど、まあ私は見ていないのであれなんですけれど、私は、ま、ぜひまた来てください、待ってますそう、リカちゃん厳しめ。リカちゃんはもう見てるものもおしゃれだから、あのネットフリとかで。私はもう何にも見ていませんね、ネットフリは。もうな、見る暇ないからさ、そんな。なんかひたすらなんか YouTube 見てるか、ひたすら YouTube っていうか、もうでもなんか早く寝れる時とかにちょっとだけ自由な時間過ごしたいと思ってベッド入るんですけど、あのダメなんですよね、睡魔が勝ってしまって結局見えないの。そう、リカちゃん厳しめ、本当に。最近私も映画全然見に行ってない。なんか今って何かやってますか、映画ドラマも見てないし映画も見ていないんですけど。リカちゃん、みかにしか勝たん、ありがとうございます。有村架純ちゃんの映画見たい。やってるの YouTube はあのいつも通知が多いので開いて気になったの 1,2 個だけ見ます。だけどもうこんなになりながら見てるうん、今日リカちゃん2分買いまし、花束みたいな恋をしたみたい、なんか感動しそうな映画の題名じゃん。うん、睡魔しか勝たん、もう最近は睡魔と食欲しか勝たんって感じです。みんな今日放送の青の SP っての面白い、誰が出てるんですか、その出演者教えていただけますか。でも最近家族はあれを見てましたよ、題名がちょっとわからないんですけど、戸田恵梨香さんとかが出てるやつですを見てました。私は何も見ていないです。そう、あの七尾さんのドラマ見たいんだけどね、ダメだ。あ、新幹線はあのいつもあの話の内容分かってるのに泣きます。俺の家の、あ、そうそうそう、なんかそういう題名のやつ。私は隣スペック、あ、そういう系はね見てない。間に合った、おかえりなさい。
寂しがり屋なのでね、寝る時も基本的に何かに抱きついてないと寝れないんですけど、なのでぬいぐるみを抱きついてます。基本なんかクッションとか抱きつかないと無理。ドラえもん、私ねクレヨンしんちゃん好きなんだよね。風間くんが好き帰りなさい。あ、そう、なんか妹がセーラームーン見てるんですけど、私セーラームーンのキャラクター個人が好きというよりはなんか雰囲気、なんかグッズとか出ると結構雰囲気可愛いじゃないですか。だからセーラームーン好きなんですけど、セーラームーンに出てくる男性のキャラクターでなんか、あ、この人かっこいいと思って見てた人がいたんですけど、ちょっと名前わかんないですあ、みくる、あ、ね、サインね、皆さんの元へ手形とかも届いてるみたいで大事にしてください。あ、今日七尾さんのドラマわあ見れたら見ようかな。でも途中から見てもわかんないですよね。 TVer とかでやってたらいいんだけど。タキシードカバー、あ、そう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 、怪盗キッド様は超えないけどいいなと思いました。そうなんですよ。みくるん、こんばんは。こんばんは。44分近そうだよね。もう配信終わりにしようかな。めっちゃ嬉しかった。ぜひ大切にしてください。飾ってね、よかったら飾ってね。そろそろ配信を終わりにしようかな。なんか YouTube ってね、だいたい8時にさ、通知来るから、8時になんか通知来たら何個か見ようかなありがとう配信、よかった。ちょっとでも配信できて、また近々できる時あったらします。カホにします。ありがとう。16日まで頑張ってください。お仕事お疲れ様。徒歩なう、頑張ってってことで、皆さん見てくださってありがとうございました。2210人ありがとうございます。よかったらまだフォローしてないよって方してくださったら嬉しいです。ありがとう。明日の声も見てください。ブログの質問も待ってます。ってことでバイバーイ。あ、メロンパンだけ最後するね。じゃあもう、なんでメロンパン食べちゃったの。欲しい配信ありがとう。こちらこそありがとうございます。ありがとう、大好き、ありがとう。タワーもありがとうございます。明日の公演頑張れそうです、皆さんのおかげで。ってことで皆さんいい夢見てください。あ、ティーンズユニットも、あみんなありがとうございます。ティーンズユニットも、ティーンズユニットね、メールの方では書いたんですけど、今までイベントごとに立候補したことなくて、これが初めてのイベントなんですけど、ぜひファンの皆さんの力を借りてしまうことになるんですけど、よかったら私と一緒に頑張ってくださったら、頑張ってくれたら嬉しいです。